では原監督に伺います。先発メルセデス、ちょっと足の状態が心配ではありますけれども、えー、6回途中無失点、どういう風うにつきましたでしょうか。あのー、まあ,あかなり初先発久しぶりの登板ということで、えー、まあ,あちょっと力が入ったというかね。でも内容はもう素晴らしかったし、えー、まあ途中足がつったというところでね。まああのあのイニングでまあ変えようというふうにまあ宮本コーチと話してたんで。 1>, えーまあ、1人、えーまあ、遅かったかなという、まあ、早かったとっいうところですね、でも、あの非常に新しい、えー、なんていうか新戦力としてね、新しい、まあ、あー CC メルセデスというピッチャーが、ね、来たという、昨年まで、まあ、その前の年も、えー、ちょっとこうタイプの違った、ね、パワーピッチャーになってきたなという感じがします。アクシデントはありりままししたた今日ももリリーグ時も踏ん張りましたね <laughs> そうですね、まあ、やっぱりああいうところで大江がきちっと二、ねえー、人を抑えてくれたというのは非常に大きいですし櫻、まあ、井もね、ダブルペインに取って影、えーまあ、もそうですね、良、まあ、かったと思います。 打つ方では今日一番に起用した重信が3三振の後の大事なところの一本。ねえまあまあ,あの大事な一本は価値あるものですけどもやっぱり一番バッターというのは出塁率というかねやっぱりしつこいバッティングというのは、えー、必要ですからまあ,あ50点というところじゃないでしょうか先発に戻したスモークも今日は3安打ホームランを含む2打点という内容でしたが。うんまあ、昨日あ少し、えー まあ、ブレイクの時間を使ったまあ中地が昨日はねしっかりやってくれたとまあその辺のところっていうのはまあ、うまく、えー、コンディションを整えながらね使うことが大事だと思いますね。初戦取りました。明日は都合、それから今日は菅野が練習にも合流してきました。この先勢いをつけていきたいところですね。うん、そうですね。まあ徐々にメンバーも。 えーまあ、しかし、与えられたメンバーでね、我々も戦う、もうこれが100点のチームですから、き、まあ、今日は今日でで、まあ明日は明日で100点のメンバーでね、戦いに挑むという感じですねありがとうございました、はい、原監督でした。